この辺りに女王蜂を育てる部屋がないか探してみましょう。蜂には一時退避してもらいます。はい、それでは蜂をどかす作業に入りたいと思います。こんにちは、週末予報チャンネルのまゆです。暖かくなってきて、ミツバチが活発に出入りをしています。どんどん蜂の数が増えています。日本ミツバチの巣別れ、分蜂が近づいてきました。分蜂では新しい女王蜂が生まれて、古い女王蜂が約半数の働き蜂を連れて新しい場所へ引っ越して巣を作ります。今はちょうど女王蜂を育てている時期なので、女王蜂の幼虫を探してみたいと思います。ただ週末予報で使っているこの重箱式巣箱では中の様子を見ることは結構難しいんです。そこで秘密兵器を用意しました。このさっきから映っているこちらの持ち上げ機です。以前に週末予報で販売している持ち上げ機を紹介する動画を公開しました。これは週末予報が販売用に作ったものです。もともとはこの持ち上げ機を師匠が個人的に作って利用していましたが、構造が複雑なので販売には向かないということで、新たに設計開発をして販売をしました。この持ち上げ機は巣箱がすっぽり入る形状になっています。この状態のままいつでも持ち上げられるようになっています。それでは持ち上げてみましょう。はい、それでは上げてみます。こんな風にあえて下から巣が飛び出るようにしているので、いつでも観察できるんです。分蜂前は蜂がたくさん重なって巣全体を覆っています。蜂が多すぎて何もせずにサボっていそうな蜂もたくさんいます。分蜂するまで待機しているんでしょうか。女王蜂が生まれるのは巣の一番下の部分です。この辺りですね。この辺りに女王蜂を育てる部屋がないか探してみましょう。蜂には一時退避してもらいます。はい、それでは蜂をどかす作業に入りたいと思います。まずはこのブロワーで風を送ってミツバチにどいてもらいます。ブロワーで風を送るだけだとすぐに蜂がまた覆ってしまうので、ビーサイレントというものを試してみたいと思います。これはミツバチにも人体にも無害で、ミツバチをおとなしくするという商品だそうです。普段は使う機会はないのですが、これを試してみます。
はい、それでは元に戻していきます。今回は女王蜂が育つ大台を探してみました。ニホンミツバチは新しい女王蜂が生まれてくる前に分蜂するそうです。女王蜂は卵から羽化するまで15日かかるそうなので、あと1週間以内くらいには分蜂しそうですね。皆さんが飼育されているニホンミツバチでも自然界の巣でも同じように女王蜂が生まれてきます。この巣箱ではまだオスのミツバチはいないのですが、新しい女王蜂は別の群れの複数のオバチと交尾します。上空のどこかに女王蜂とオバチの集合場所があるそうです。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。このチャンネルでは趣味でニホンミツバチを飼育するためのノウハウなどを発信しています。今回のようにミツバチの生態も紹介しているので、興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。この動画が面白かったら高評価もお願いします。それではまたお会いしましょう。さようなら。